3、2、1、0。9月17日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお伝えができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。9月17日、今日はモノレール開業記念日だそうです。ところで、モノレールって何だっけ？年齢制限はないです。それは誰でも乗れる。目には毒がある。それはジャガイモ。そんなことはどうでもいいんですが、今日も頑張ってまいります。食用志のご注文お問い合わせが増えてます。常温保存の効く賞味期限長めの法事ギフトはお任せください。卵スープにメヒビ、卵スープにメヒビを入れてよーくなじますだけ。ネバネバ、ネバネバ、ネバネバ。ネバネバパワーでとっても美味しくなります。伊勢さんメヒビ売れてます。店長もちろん乗ってくると神が降りてきたが口癖。しょっちゅう神っておるもんやな。